岸田総理大臣はシンガポールのリー・シェンロン首相と会談し日本からの防衛装備品輸出を可能にする防衛装備品技術移転協定の締結に向けた交渉開始で合意しましたまず現下の厳しい安全保障環境を踏まえシンガポールと防衛装備品技術移転協定の交渉を開始いたします 日本は防衛装備に関する協定をフィリピン、ベトナム、マレーシアインドネシアタイと結んでいます。シンガポールが加われば asean で6カ国目となります。協定締結への交渉開始は、東南シナ海への進出を強める中国を念頭に asean 諸国との安全保障協力を強化する狙いがあります。